続いて、39番、ソレノイドゴム鉄砲ですね。うんうん、はい。あ、音声基板使っていますね。それを割り箸で1本つけてる。はい。実写。ドン。ああ。もう一回。ドン。うん。うん。すごい、自分の音で動いてる。はい。自分の音で。自分の音で発信をして動いちゃってますけど。なんかこれシンプルで、あ、こういう使い方っていうかね、あの、そうそうそう、音声でそういうのが動くというのは動力に変えるっていうのはね、はい、これはやっぱりこういう昔ながらの割り箸鉄砲でも、あの、つけるだけでこんなに楽しめますよという恒例でございました。鉄砲、割り箸の鉄砲、もうちょっとあのかっこよく作ったらよかったそうですね、うん、素晴らしいです。はい、割り箸とソレノイドというね、うん、猫とワイシャツと私、割り箸とソレノイド部屋とワイシャツと私部屋とワイシャツか